最初が、もしかしたらさ、俺が、なんか叫ぶとさらに怖くなるゲームがあるらしい。これね、ちょっとよく見たらよ、なんか英語の文章を叫ばなきゃいけねえかもしれん。音声認識機能を使用するには音声コマンドを終了するまで音声認識ボタンを押し続けます。これがもしかしたらさ、アプローチしなきゃいけないのかもしれない。 Can you see me? とか Show yourself? とか Do something? とか Go away! とかって言わなきゃいけないのかもしれない。ちょっと忘れる気がする。まあ、とりあえず始めてみっか。始めてみてどんなもんかやってみよう。ゲーム中のオートセーブは1回のみ。あれ、その後体験を終えるまで起こったことは全て元に戻りません。ゲームを一時停止してもゲームプレイは止まりません。設定を変更できるだけでゲーム自体は続行。このようにデザインしたのは肝心な場面で恐怖を避けられないようにするためです。おうおうおう、分かってるね。ホラーゲーの基本が分かってるわ。作者は超常的な存在の手によって死んでもゲームを最初からやり直さなければならないわけではありませんが、アンロックできる3つのエンディングのうち1つには影響します。このゲームは1人の開発者によって作られ、約2時間で終わる。俺2時間待機なきゃいけないんだ。まあ行ってみよう。ヘッドホンとマイクあります。しっかり音声も入ってるんで行きましょう。みんな何気持ち、おー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 おお、天変地異も天変地異。おい、これ死ぬぞ。なんで窓割れないのか不思議でならんな。不穏だね、確かに。え？やだ、やだよ、そういうの。おい、やめろよ、誰だ消したの、ここ。そういう驚かしいらないね。え、特にさ、別に叫ぶというか、音声的な何かないんだけど、まだ。え、何にもできんねえよ。え？何これ？え、なんか俺、何しろって言われたっけ？いやね、たまにね、こういう声は聞こえんのよ、確かに。主人公は何が目的なん？それも分かってね。え？これさ。おい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 、化け物おるって。ちょっと待てよ、泣き方化け物のやつおるって。なんだこいつ、うん、おーっつってたけど。ちょっと待ってね、音声認識ってところでこれを言わなきゃいけないのかな。コミュニケーションが常に成功すると限らないことを忘れないでほしい。これはあなたのアプローチの状態によるところが大きい。英語で文章をはっきりと発音するようにしましょう。これで言ってみる。ちゃんと英語喋ってみよっか。クソ恥ずかしいけど。むちゃくちゃ恥ずかしいけど、英語喋り続けるしかないかもしれない。 Go away! Go away! もう Go away だけでいいんじゃね。Go away! これだけでさ、散策しようぜ。 Get away! Go away! 何かが変化してる様子がないぞ。ちょっと一回終わらしてみていい？さっきさ、こいつの話聞いてなかったから、こいつの話聞こう、きっちり。私はあなたの仕事の大ファン。まあ特に関係ねえな。で、俺は立ち上がると、手がかりを探すことから調査始める。やっぱ合ってんじゃん、手がかり。俺はじゃあさっき普通に手がかりを探しきれなかったんだ。カメラを動かして手がかりを見つけると、シンプルにこうね、 Go away! って言ってもまだ意味なかったらしい。え？なんかもう何にも調べられなくなったんだけど、どういうこと？一体僕のゲーム、これが一番のホラーなんだけど。何にもできないんだけど。そうか、そういうホラーか。え、俺やってるゲーム合ってる？俺なんか間違って変な違うゲーム入れてないよね。部屋探索ゲーム入れてないよね、もしかね。どういうことだよ。こんなに走り回ってんのに。 Show yourself! Motherfucking motherfucker! こんなに叫んでるのに。いうことだよ。ちょっと待って、何言えばいいの？じゃあ片っ端から試すべ。 Can you help me? Can you help me? Motherfucker?認識もされねえ。面白い、マジ。こっちたら何も起きねえんだよ。
これ正規の楽しみ方じゃねえんだが、どういうことだよ。うわーうわー何も起きない、怖え、怖いよ何も起きないよ、うわー、こういう、こういう怖さ、マジでやっと来たか来いよ、かかってこいよ、何か起きてくれ。ウィスパリングファッキンボイスで支えてみるか。じゃあ Can you see me? Is anyone here? Is anyone here? Is anyone here? どんどん暗くなるわ。ちょっとなんかこれ電気消されてくだけなんだけど、いや、お、嫌がらせだけじゃねえかこれ。どういうことだよ。放送事故も放送事故だぞこの野郎。いるか、かかってこい、出てきてくれ。もう Do some Do something しようか。 Do something Do something Do something。 いや、おいおい、音声認識されね。唯一のオートセーブが起きたばかり、もう後戻りはできない。契約したことに向き合わなければならない。は？は？はん？ルル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 ルはん？ルル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 はん？来た。No fucking No fucking way。If I have to chase down the password for another 2 hours again, I'm out。ねえケイリー、もしあなたが何度目かにコンピューターのパスワードを忘れたら、あなたのおもちゃのフィギュアの家のあちこちに隠しておいたから、その箱にあなたのログイン名とパスワードのラベルを貼っといたわ。最初にチキンスキー、次にカウスキー、その次にラビットスキー。めんどくせえな、畜生。多分この音はこの PC から鳴ってるんでしょう。最初が何だって？鳥、牛、ウサギ、サメ。ちょ、絶対覚えられねえ。写真撮ろう。せな。最初がもしかしたらさ、俺が、うわあ！あー、やられた。最悪、最悪だよマジで。おい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 、やりよるの。おい、いきなり来すぎだって。今からか、もしかして。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、もう来んのか、もしかして。おお、やばい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 、俺騒ぎすぎたか、もしかして。え、もしかしてだけど、そういうこと？俺が騒ぎすぎたからこういう風になってる。チキンスキー、牛とウサギ見つけてないよ俺。もう一回行くの？牛とウサギ見つけてないって。ゴーアウェイゴーアウェイ。こういうこと、これで正解なの？ゴーアウェイ。ゴーアウェイ。おい、ゴーアウェイしか言えねえって。2と9がないから、どっちかが2か9。うるさいなこの音。あ、すげえ。俺一発だったわ。やったぜ。行かなきゃ、おばさんを倒さなきゃ。俺この監視カメラの映像見たいんだけど。見れるー。前のボタンと次のボタン、ナイトビジョン、ナイトビジョンが見れない。犬が鳴いてる。ナイトビジョンは前のボタン、前のボタンって何？ちょ待って。
ちょ、前のボタンがわからねえっつってんだろうが。なんだよ。Go away! Go away! 俺の後ろにいるって。俺これ監視カメラ見てるの俺だよな。これ真後ろにいるってことでいいよね。Go away! 真後ろ向きます。はい！いねえんだよ。ババアがいねえよ。犬が鳴いてる。あれ、こっちじゃない。犬？ Go away！ しー、犬？犬？どうした？なーにー、コンピューターのインターネットブラウザを使って見つけた適切の手がかりを調べた。なんだよ、クラウダー？ CRAWLER かな、こうかな。ペンシルバニアタイムズ紙、スーザン・クローラーさんを忍ぶ、スーザン・クローラーさんを忍ぶ、悲劇的な喪失が地域社会のメンタルヘルスに対するうんたらかんたら。はあ、もうスーザン・クローラーってさっき言ってたやつね、裏庭の木で首をつって自ら命を絶った。もう死んでるやないかいやつ。まあ多分今後ろで見てるやつらはスーザン・クローラーなんでしょう。え、なんか変な音する。え、変な音する。ねえ、変な音するって。え、違う、ここじゃない。え、どこ、え、なに、どこで何やってんの。なに、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 やめて。な、俺動かしない、俺動かしない。Go away! 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 ちょっと待って、おもろいってお前はそれ。あ、なに、やめて。いいよ。Go away! Go away! Go away!いやーもう、こっからダメなのね、こっからダメなのね、ごめんなさい。あ、ほんとにほんとにほんとにすいません。すごいおでこが痛い。え、どっから、え、どっから、どっから、どっから、え、ど、え、どういうこと、こっから、え、なに、俺、え、ど、え、どこまで喋っちゃう。どうしたらいいの、こっから声を抑えなきゃいけないでしょ。耳が遠い、あ、おばさんの耳が遠いってこと、そういうこと。ババアの耳が遠いからもうちょっと大きな声で叫べってこと。 Go away! もううるさ、うるさ、うるさいって。お前の耳も悪くしてやるって。お前の耳もぶちこ、怖い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 、やだー。よし、俺の勝ち。静か静か静か、ペラ、ちょっとやばい、後ろにいるかもしれない。ちょ、見て見て、後ろ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 、お前見てくれ後ろ。言っておきたいことがあるんだ。それネット調べてみたんだ。いるって。走ってきたって、後ろ。ごめん、全然話入ってこない、お前の話が。だ、後ろにいるんだもん。助けてくれ、お前見てんだろ、カメラで。ずっと彼女を見ていたんだ。何かおかしいぞ。まるで誰かがそれを隠蔽したかった、したかったかのような。すべてが異様。これを手術に処理。何？ずっとしゃっくりしてるんだけど、後ろで。
本気だから私に連絡しようとしないで。なんか書いてある。なになに。あの仕掛けの中で毎晩まで眠りにつく前に、私たち視線を合わせて大切なテレビシリーズを見ていた。君と僕とバジャカだけ。バジャカ、なんでお前もやられないの？テレビね、わかった。ゴーアウェイ。なにこれ。なにこの切ったね、何か。何？ズームインして放る写真のピースを集める。これか？なんか来てない？何？もうなんか引っ掛け。ちょっと待って、ちょっとババおもろいやないかい。ばあちゃんクソ突っかかってたわ。あ、もうこの時は叫んで大丈夫だもんね。わわ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 。なんか新しいさ部屋じゃないこれ。もしかしたら殺された？普通に前から足音するけど、これ来ないよね。で、なん、どういうことだよ。なんで普通にで、どういうことだよ。意味がわからんて。なんでだ、なんどういうことですか、おばちゃん。なんで今の顔。はあ、びっくりした。めちゃくちゃニヤニヤしながら俺の首絞めてくるんだけど。このしゃもうええって。え、ごめん、検証していい？もしもここをさ、ここを閉めた時に、お前強えよな。お前耳いいというか、あれだな、やっぱ次元は次元だな。え、これ今見つけたよね、俺ね。なんで殺されたの今。なんだ、どういうことで2回殺された。ババア2人いんぞ。何にもできないじゃん。ねえ。ね、ババアし、俺殺すなら殺してくれよ。俺違うとこ行っちゃねえかよ。いや、来ちゃった来ちゃった。ごめんごめん。うる
臭くしてごめんって。集まったか。何？選択と言ってね、ズーム。え、むずくね？え、むずくねこれ。あと1枚ぐらいか。Go away. Go away.Is anyone here? すげえ。このゲームすごいな。Are you friendly? Are you friendly? Liar! 仲良くなるかもな、これな。ちょっと、なるべくさ、行ってみようぜ。Can you see me? クリスタ。What do you want? What do you want? What do you want for me?だよ、絶対仲良くなれ。正義だって、ジャスティスだって。最初頭突きで来るのおばあちゃんおもろいよな。喧嘩慣れしてるよな、このおばあちゃんな。あった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 。え、これ最後じゃない？これ最後だ。なんか書いてあるな。ちょっとまだあるっぽいぞ、これ。真後ろ来てる気がするんだけど。全てが終わったその場所で私は絶え間なくさまよい、愛するあなたを求める。全てが終わった場所いるんだよな、そこに。めんどくさいことに。え、やばい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 。あ、ごめん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 。なんか血続いてるんだけど。うわ、これ追ってかなきゃいけねえんだ。うえ、ちょっとおびただしいって。ここに続いてんのこれ。風呂場の方か。え、なんかさ、普通の血じゃないよな。固まってる。こんな風な血にならないはず。この後ろか。あった。これラストだ多分、さすがに。オッケー。ファイナルピース。なんか警官って俺っぽいよね。HOT 違う、 L か。 HOLTOM か。これ N か。これ N だ。ごめん、このシャツのシワで M に見えてた。これ N だ。ホルトンです。シャツのシワがめっちゃ M に見えてたわ。ホルトンでした。失礼しました。くそ、煩わしいことさしやがって。ホルトン、ホルトンって俺じゃね。英雄本家の勇気、ペンシルバニア州での大胆な救出劇から、縁のように美しい風景となだらかな丘陵地帯に囲まれたペンシルベニア州グリーンフィールドの小さな町には、地域社会の希望とインスピレーションの光となった並外れた勇敢さの物語が存在する。この物語はロバート・ホルトン保安官をうんたらかんたら。まあ要するに、まあ、ホルトン警官が、まあ、火災放置、なんか火事になったところ、火事のところから一家全員を救出したというお話でしたけど。玄関に誰が来てる。
何ですか。ガチャリ。ホルトンじゃない？ワイヤット刑事だって。調査中です。刑事だと。なぜ？ちょっとおばあちゃん黙って、おばあちゃん黙って、おばあちゃん黙って、おばあちゃん、おばあちゃん黙って、おばあちゃんが、おばあちゃんがうるせえ。家の前の住人であるスーザン夫人、彼女の魂に祝福を。そうだよね、これ多分スーザンだべ。新住民は心配しており、週末を。多分さ、ちょっと俺実況ができない。確かに、なんで今なの？3年後だもんね。これがホルトンかな、目の前にいるの。ヤドラ。わかった、静かにするよ。今の多分ホルトン刑事かな。まあ、これ以上騒ぐなと言われましたけども。で、俺もう何にもないよ、調べること。ほら、インヌも寝てる。 Go awayGo away。 あれ、もう認識。なんだ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 よ。何？え、何かの動きを合わせたいけど、これなんかどっかからバッテリー持ってくるしかないってやつってこと？うわ、ある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 。これか。すいません。うるせえだけなんだよな、あのババア。え？嘘だろこれ。おい、嘘だろ。どんだけ集めなきゃいけねえんだよ、めんどくせえ。オッケー。来た。いや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 。どうしろっていうの、じゃあ。ん？なんだ、何をしなきゃいけないんだこれ。え、なになに、なになになに、誰も逃がさない。え、なに、え、え、これ銃なの？制圧、制圧者を排除しなきゃ発掘し全てを失う。え、排除しろってこと？え、どういうこと？なんで？なんで？え、どういうこと？え、どういうこと？なんで俺戦ってんのこれ？意味がわからない。意味わからん、意味わからん、意味わからん、意味わからん。は？なんで？え、俺これ、ちょっと待って、強い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 。なんでババア来てん？なんでババアもいいんだよ？どういうことだよこれ？どういうゲームだこれ。なんで俺静かにしなきゃいけないの、まだここで。めっちゃ撃ってんだけど。いってー、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。なんかいきなり FPS になったんだけど。なんで俺バロラントやってんの。意味わからん、意味わからん。収集したすべてを。やべ、いって、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。おい、どこ行きやがった。あ、いた。よし、ちょっと待って、あのジジイめんどくさすぎる。そしてババアも、ジジイとババアがめんどくせえ、このゲーム。
った買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 ったぞ。え、マジこの家では一体何が起きてたの？あ、ごめんごめんごめん。お前のせいでずっとさ、俺何にも聞けねえんだよ。埋まってるんだけど。どういう終わり？ケースクローズド。グッドエンディングだって。ワイエット刑事はスーザン城とその夫の悲劇的な死の裏に隠されていた暗い真実に解き明かした。犯人は地域社会で権威と尊敬を集める本官ロバート・ホルトンに他ならない。スズン女が自分ではなく別の男を選んだので嫉妬に駆られた彼は凶悪な復讐に。もうババアがずっとうるせえ。これちょっとバグだよな。もう俺もう帰れないじゃんこの家からずっと。そういうことね。ホルトン、もうホルトン本官は地元のニュースを巧みに操り、英雄のように見せかけ、自らの不吉な行いを隠蔽した。彼はスーザンさんが一家が夕食を取ってる間に、ちょっと、エンドロールがうるさすぎる。スーザンさん宅を包囲した火災を画策し、彼らの命を無慈悲に絶った。しかしそれだけで不十分だった。彼は自分の痕跡を隠すために、英雄主義という偽りの物語をでっち上げた。そうだったんだ。何ニュースは。スーザンさんは捏造された報道、が示唆するように自ら命を絶ったのではなく、検視官が彼女の遺体を調べたところ妊娠していたことが判明。ホルトン保安官の堕落ぶりはとどまることを知らない。そういうことだったんか。しかしそのような闇の中でワイアット刑事は真実と正義の光として現れた。揺るぎない決意で証拠をつなぎ合わせ、ホルトン保安官の卑劣な行為の正体を暴き裁判にかける。でも殺しちゃったじゃん。警察が現場に到着したとき、ワイアットは涙の中に立っていた。痛みや悲しみにもかかわらず、彼の決意は揺るがず、それはどんなに暗く困難な道であっても真実を追求するという彼の決意の証である。一人でプロダクション。え、これ、日本人が開発したの？違うよね。違うよ、制作者、アルター・ラクゾー・コウスキー。環境、マテウスズ・コモロウスキ。アニメーション、ダニエル・ヌグニエン。ずっとババアがうるせえな。スーザンのキャラクターモデル、カトリエル・ママーニ。ワイアット・シャイアン・ジョイス。あれだね、おばさんはそれを知らせようとしてくれたってこと。真実が欲しいから、こうやって俺のことを驚かしまくったってこと。もうちょいいやり方があるんじゃないか、ババア。こんなに驚かせなくても。俺死ぬほど驚いたんだけど。なんならまだ驚いてるしね。驚き続けるエンディングでした。バッドエンドは逆に何なんだろうね。多分俺グッドエンドを引いちゃったんだけど。終わったかな。はい。ということで、スーパーナチュラルでした。なんとかグッドエンドまで行ったね。いや、面白かった。何？ババアがあまりにも早くて、顔がおもろいっていうところもあったけど、ここがさ、ちゃんと聞き取ってくれるの嬉しかったわ。すごいね。これで、ちゃんと自分が言った言葉に対して何かが返ってくるっていうのが新しいゲーム感があって、よかったわ。ちゃんとなんかこれ全部言えたね。もしかしたら全部言えなかったらグッドエンドがならないとかあるのかもしれない。ちゃんと、ババアがどういう人なのかを把握しないと、グッドエンドまで導けないのかもしれない。いや、よかったわ。普通に面白かった。そしてクソびっくりした。最初のなんだっけ、ババアが初めて出てきたところがめちゃくちゃびっくりした。いや、これ普通にあれだな。なんか、やったことない人に、やらせてほしい。なんだろう。ホラーゲー無理な人とかすげえびっくりすると思う。俺この頃慣れてきちゃってクソ楽しかったわ、これ。そう、楽しさと怖さがいい感じに両立する素晴らしいゲームでした。スーパーナチュラル、面白かったです。では、お疲れ様でした。